マリオ・バロテリー、マリオ・バロテリー、マリオ・ボロテリー、1990年8月12日イ、は、イタリア・パレルモ出身のサッカー選手。出生名は、マリオ・バルーアー、マリオ・バーワーは、リーグアンオグック・ニース所属。ポジションはフォワード。シチリア島の北西部に位置するパレルモにおいて、ガーナ移民のバルーアー夫妻の長男として生まれた。生後感もなく先天性の疾患である。 巨大結腸症に侵され、生後の1年間を病院で過ごした。この病気を手術で根治させた後に、バルーアー夫妻はより条件の良い職を求めて、ブレシア県に移住した。しかし暮らし向きは良くならず、アフリカ移民の他の家族らと共に 1DK のアパートをシェアするという最下層の生活を強いられている。バルーアー夫妻はやむなく3歳のマリオを里子に出し、マリオはブレシア県に住む。 イタリア人のバロテッリ夫妻に養子として迎え入れられた。2008年11月上旬に生みの親であるバルワー夫妻がマスコミの前に姿を現し、長らくと抱いたままになっている息子とのつながりを取り戻したいと訴えた。マリオ自身はバロテッリ家が唯一の家族であり、バルワー夫妻に対してあることないこと言っていると会議の目を向けており、もし、 あの人たちのところで育っていたら、今頃はアフリカのどこかで悲惨な暮らしをしていただろう。いや、もう生きていなかったかもしれないとも語っている。AC ルメッツァーネのユースチームからトップチームに昇格し、15歳の時にセリエ C1 でデビューした。同年には FC バルセロナのトライアルを受けるも不合格であった。 2006年にインテルと買取オプション付きで契約を結んだ。2007年12月16日に下部組織からトップチームに招集され、カリアリ戦で17歳4ヶ月のバルテッリはセリエ A デビューを果たした。12月19日のコッパイタリアベスト16のファースト、デグ、レッチーナ戦でインテル移籍後初得点を含むにゴールを挙げ、勝利に貢献した。 2008年1月30日に行われた、コッパイタリア準々決勝セカンド、レグのユベントス FC 戦で2得点を決めて、アウェーでの勝利に貢献し、注目を集めた。2008年4月6日のアタランタ戦にて、セリエ A 初ゴールを記録した。インテルは2007から08シーズンのセリエ A を制し、バロテッリにとっては、初のタイトル獲得となった。 2008年8月12日の18歳の誕生日に、イタリア市民権を取得した。8月24日の AS ローマとのスーペルコッパー、イタリアーナでは途中出場から勝ち越しゴールを記録。その後追いつかれたものの、PK 戦でも2人目のキッカーとして、PK を成功し、タイトル獲得に貢献した。11月4日の UEFA チャンピオンズリーグ、アノルトシス戦で、 チャンピオンズリーグ初得点を今日、インテルのチャンピオンズリーグ最年少得点記録を更新した。2009年4月のユベントス戦では、バロテリの得点で1から1で引き分けたが、試合を通して、ユベントスファンから黒いイタリア人とあり得ないと人種差別的なチャントを浴びた。マッシモモラッティは、もし自分がその場にいたのなら、チームを ピッチから引き上げさせていただろうとサポーターの行動を非難した。ユベントスのウルトラスは対戦相手がインテルでない試合でもバルテリエの差別、ちゃんと繰り返し、二度の罰金とホームゲーム一試合のスタンド部分閉鎖が命じられた。インテルはこのシーズンもセリエ A を制し、4連覇を達成した。2009から10シーズンは UEFA チャンピオンズリーグの FC ルビン火山戦で1点目をアシストし、さらに長距離からの無回転フリーキックを決めるなど、試合に出れば活躍も見せる一方で、問題行動が目立つようになった。監督のジョゼモーリーニョは、バロテッリがチームの規立を乱すとして、たびたび召集外とし、最大で6試合連続で召集外は続いた。また罰金は、バロテッリのためにならないと、サテライトチームへ降格させたこともあった。 2010年1月6日のキエーボ・ベローナ戦で、キエーボサポーターへ、挑発的な拍手をしたとして、処分さた。この背景には、キエーボサポーターからの人種差別があったとされ、処分については、疑問の声も上がった。モーリーニョとの対立が深くなる中で、3月に、イタリアのテレビ番組に出演した際には、インテルのライバルである AC ミランのユニフォームに袖を、投時批判された。 チームから禁止処分を受けたものの、バロテッリはインテルのホームページ上で謝罪し、復帰した4月2日のボローニャ FC 戦では得点も上げた。しかし2010年4月20日の FC バルセロナ戦では彼のパフォーマンスに満足せずブーイングしたファンへの抗議として試合終了後にユニフォームを地面に投げつけた。5月5日のコッパイタリアの決勝戦では エースローマのフランチェスコトッティから、後ろから蹴り飛ばされる悪質なファウルを受けた。このプレーでトッティは退場処分を受けている。後にトッティは、自身の過ちを認め、試合後には、握手を交わした一方で、バロテッティは、ローマとローマの人々を侮辱したとコメントし、ダニエレで、ロッシや、ルカ等にも、トッティは、バロテリから侮辱され、ひどいファウルを浴びていたと証言し、物議を醸した。 2010年8月13日に遺金2400万ポンドで、インテルでも監督を務めたロベルト・マンチーニが率いる、マンチェスター・シティ・ FC への移籍が発表された。2010年8月19日の UEFA、ヨーロッパリーグプレイオフ・ファーストレグ、FC ポリテフニカ・ティミシュアラ戦に途中出場し、決勝点を挙げ、シティでのデビュー戦を飾った。 しかしこの試合で右膝を負傷し、9月8日には手術を受け、10月末まで戦列を離れることとなった。10月24日のアーセナル FC 戦に途中出場し、プレミアリーグデビューを果たすと、10月30日のウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦では初めてフル出場を記録した。11月7日のウェストブロムイッチアルビオン FC 戦で、 プレミアリーグ初得点を記録したものの、ユースフ・フムルンブへのファウルで、レッドカードを受け退場した。12月1日のヨーロッパリーグ、レッドブル・ザルツブルク戦では移籍後初の1試合に得点を記録した。12月22日には、トゥットスポルト社が主催する21歳以下の最優秀、選手賞であるゴールデンボーイ賞を受賞した。12月28日のアストンビラ FC 戦では、 遺跡後初のハットトリックを達成した。2011年3月17日の UEFA ヨーロッパリーグディナムキエフ戦で前半36分に相手を蹴りつけ一発退場となった。早い時間での退場でファースト、レグのビハインドをチームは逆転することができずに負けし、ロベルト・マンチーニ監督の怒りを買った。2011年3月には シティの下部組織の選手に対しダーツを投げつけた。怪我人はなかったもののチームはこのトラブルを重要視し、バロテッリに1 0万度の罰金を課した。4月16日の FA カップ準決勝のマンチェスターユナイテッド FC 戦の勝利後に、ユニフォームのエンブレムをユナイテッドサポーターに見せつけ、ピッチを去るリオファーディナンドに何度も、挑発的なウィンクをしたとして、 ファーディナンドから詰め寄られ、試合後にも批判された。5月14日のストークシティ FC との FA カップ決勝では、マンオブザマッチに選ばれる活躍で、シティの35年ぶりのタイトル獲得に貢献した。2011年7月に行われたシーズン前のアメリカ遠征でのロサンゼルスギャラクシー戦で、決定的なゴールチャンスで体を回転させ、ヒールキックで、 シュートするもこれを外した。スタンドの観客からはブーイングを浴びせられ、激怒したマンチーニによって、ベンチに下げられた。この騒動の後は特に問題行動もなく安定した、プレーを見せていたが、マンチェスターユナイテッド FC との首位、2位対決となる、マンチェスターダービー前日の2011年10月21日の、深夜1時に、自宅の浴室で友人4人と共に花火遊びをし、火が、 タオルに燃え移り、消防が出動する騒ぎになった。そのマンチェスターダービーでは2得点を挙げ、得点後にユニフォームをまくり、腹部にホワイオールウェイズ ME と書かれたシャツを見せた。これらの経緯から、ガイフォークスナイトの人形の題材に選ばれてしまった。シティ席後最初のチャンピオンズリーグとなった11月2日のビジャレアル戦では、前半ロスタイムに PK を決めシティの勝利に貢献した。 2012年1月22日のトッテナムホットスパー FC 戦では決勝点を挙げたもののスコット・パーカーを意図的に踏みつけていたとして試合後に試合の出場停止処分を課された3月3日のボルトン・ワンダラーズ FC 戦では得点を挙げ勝利に貢献したが前日にストリップクラブで夜遊びをしていたことを咎められクラブから1週間分の給与である 約1500万円の罰金を課された。3月末には2日間の休日をもらい、イタリアに帰国し、インテルのアンドレア・ストラマッチョウニの就任会見に乱入した。首位マンチェスター・ユナイテッドと勝ち点差8の状況で4月8日に行われたアーセナル FC 戦で悪質なプレーを連発し、ミケル・アルテタのゴールで先制された直後にこの日2枚目のイエローカーを提示された以上した。 負けている状況にもかかわらず歩きながら、ロッカールームに帰る態度に、マンチーニは激怒。その後の会見で、残りのシーズンでバロテッリを起用しないことを明言し、夏の放出もにおわせた。しかし、FA から3試合の出場停止処分が下されたことで、大一番マンチェスターユナイテッド戦から出場が可能になったこともあり、マンチーニはバロテッリの再起用を示唆し、 その後の試合でも起用された。リーグ優勝のかかった QPR 戦では、セルフィオ・アグエロの決勝点を導くパスを繋いだ。2012から13シーズンもチームに残留したが、なかなか調子が上がらず、10月9日のサンダーランド、AFC 戦、12月9日のマンチェスター・ユナイテッド、FC 戦では途中交代を告げられると、激怒しながらっちを後にした。 またクラブからの総額34万ポンドの罰金処分に対し抗議し、裁判沙汰となるなどクラブとの関係が悪化。新年早々の練習では、スコット・シンクレアへの悪質なタックルに怒ったンチーニが、練習から退場させようとした際に、軽蔑的な手振りで拒否したことに、マンチーニが激怒しつかみ合いになった。二千十二年のフィファ・バロンドールでは、候補の十三人にリストアップされたが、 投票の結果23人中再会に終わった。2013年1月30日、移籍金2000万ユーロ、2017年6月30日までの4年半の契約で AC ミランへの移籍が発表された。試合前の練習中に負傷したパッツィーニに代わって、急遽先発出場したミランでのビュー戦、セリエ A 第23節のウディネーゼカル初戦で、 遺跡後初得点を含む2得点を挙げ勝利に貢献した。シーズン途中の加入にもかかわらず後半戦13試合に出場し12得点の活躍で CL 出場権の獲得に貢献した。2013年9月22日の SSC、ナポリ戦では PK をホセマヌエル・レーナにセーブされ、プロ入り以降継続していた PK の連続成功が21で途絶えた。 2014年8月25日、FC バルセロナに移籍したルイス・スワレスの後釜を探していたリバプール FC に移籍、1年半ぶりのプレミア復帰となった。2015年2月10日、プレミアリーグ第25節とってナム戦でリバプール加入後リーグ戦初得点を記録した。バロテリーは試合後にグレートゲームとコメントした。 UEFA チャンピオンズリーグの PF シールドコレツ、ラズグラド戦、リーグ戦のトッテナムホットスパー戦、UEFA ヨーロッパリーグのベシクタシュ JK 戦、キャピタルワンカップのスーンジシティ戦で、それぞれ1ゴールを挙げるに止まり、遺跡金に見合う活躍ができたとはとても言えなかった。2015年8月、無償レンタルにて AC ミランに復帰することが発表された。また、 公式 HP を通じて自分にとってミランは特別なクラブであると述べている。一方で、私生活ではミランは加入後わずか12日でスピード違反で検挙され、1年間の免許停止となった。ミラン側はこれに対しては処分を見送ることになった。2016年8月31日、フリートランスファーでオグック・ニースに移籍した。背番号は9番。リーグアンでは、 デビュー後2試合で4得点を決めるスタートを切った。その後も好調を維持し、23試合出場15点と、ニースの UEFA チャンピオンズリーグ予備予選の出場権獲得に貢献した。翌2017から18年度もリーグは28試合18ゴールを決めるなど好調を維持し、マルセイユからの関心が伝えられたが残留を表明した。U-15 U-17 イタリア代表には、ガーナ移民の子供であることから招集が見送られた。2007年8月7日には、ガーナへ代表から招集をされたものの、ガーナ人の親のことは全く知らないし、かい、記憶もない。俺はイタリアで育ったし、親、育ての親もイタリア人、引退するまで、イタリア代表を目指すとし、イタリアへのアイデンティティと、イタリア代表への道が閉ざされることを嫌い。 誤示した2008年8月13日にイタリア市民権を獲得したことを受け、2008年8月29日にピエル・ルイジ・カジラギ率いる U-21 イタリア代表に初招集され、9月5日のギリシャ戦でデビュー始発得点も挙げた。2009年2月の招集の際には朝までディスコで遊び明石飛行機に乗り遅れ、ピエル・ルイジ・カジラギ監督を激怒させた。 u 2 1エウロ2 0 0 9のメンバーにも招集され、グループリーグ第2戦の開催国スウェーデンとの試合ではイタリアの大会初得点を挙げたものの、その15分後にレッドカードを受けた。2010年8月6日にチェイザレ・プランデッリ新監督の初戦となるコートジボワール戦のイタリア代表メンバーに初招集され、8月10日のコートジボワール戦に先発出場し、 A 代表デビューを果たした。2011年11月11日のポーランドとの親善試合で代表初得点となる先制ゴールを挙げ、ジャンパオロ・パッチーニの得点もアシストし、勝利に貢献、プランデッキに活躍を称賛された。UEFA e ロ2 0 1 2に臨むイタリア、代表にも選出。大会直前に負傷したものの継承で済み、 グループリーグ初戦のスペイン戦に先発出場。しかし決定期を逃すなど批判の対象となった。続くクロアチア戦にも先発出場したが結果を残せず練習で膝を痛めた影響もありグループリーグ突破をかけたアイルランド戦はベンチスタート。しかし74分から途中出場すると90分にコーナーキックからボレーシュートを決め大会初得点を記録。 得点後には、観客席のアイルランドサポーターに向け暴言とも、言われる言葉を叫び、レオナルド・ボヌッチに口を塞がれた。準決勝のドイツ戦では、イタリアの全2ゴールを挙げ、勝利に貢献した。2013年に開催された、FIFA コンフェデレーションズ・カップ2013にも、メンバー入り、グループリーグ3試合に先発出場し、初戦のメキシコ戦と、 第2戦の日本戦でゴールを挙げた。チームはグループリーグを突破したが、第3戦のブラジル戦でのプレーが原因で負傷し、決勝トーナメントを前にチームを離脱した。2014FIFA ワールドカップでは、イングランド戦でのヘディングによる、決勝ゴールの1ゴールを記録した。2014FIFA ワールドカップ以降は、代表から遠ざかったが、ニースでの活躍や恩師、 マンチーニが監督に就任したことから2018年5月に約4年ぶりにイタリア代表に復帰。復帰戦となった5月28日のサウジアラビアとの親善試合で戦術のワールドカップ以来の得点となる先制ゴールを挙げ、試合後には同年3月に急成したダビデ・アストーリエゴールを捧げるメッセージを自身のインスタグラムに挙げた。 上述のようにピッチ内外で問題になる行動をたびたび起こしており、またプライドの高さと攻撃的な性格からチームメイトと問題を起こすことも多く、問題児との評価が定着している。問題行動は練習中のミニゲームで、ジェローム・ボア・テングのタックルに激怒し突き飛ばし、掴み合いの喧嘩になった2011年3月2日の FA カップアストンビラ戦でゴールを決めた夜に、 あるレストランで、ウェイン・ルーニーと交際していた女性に近づき、ルーニー、ルーニーと生し、彼女を指さして大笑いし、さらに彼女の連れの一人に喧嘩を吹っかけたといったトラブルから、マフィアとの関係が噂されるようなものまで多岐にわたる。また、ミラノの共和国広場で友人と車に乗りながら、おもちゃの銃を宙に向け連射したり、ブレシアの女性刑務所に弟と共に車で許可無立ち行ったり、 マンチェスターで交通違反を繰り返したりと警察の厄介になることも多い。特にマンチェスターでの交通違反では、シティ席後の9ヶ月で1万1000ユーロ、約130万円の罰金と2回の劣化移動を受け、バロテッリの愛車のマセラティは警察からマークされている。また監督にたびたびとがめられながらも、出演を続けている。 これらの問題行動からマルコマテラッツにより、ロッカールームに叩きつけられ顔を殴られたり、2011年5月には、四季のチームメイトだったやや、トゥーレとカルロス・テベスから、愛車のマセティを小麦粉まみれにされ、スパイクを天井に貼り付けられるなど、チームメイトから制裁を受けている。これらの問題行動は、バロテッが黒人であるために幼い頃から受けてきた、差別の反動。 注目を求めてのものだという分析もある。バロテッリ自身は自分がシャイな人間で楽しむことが好きな普通の若者であるとし、また自身をめぐる報道については気にしないとする一方で事実ではないことが混ざっていることにも言及し、上日のマンチェスターダービーでは T シャツのメッセージでメディアに反抗している。一方でカジノで2万5000ポンドを設けた帰り際に、 ホームレスに1000ポンド、約1 3万5000円を施したり、また普段から雑誌売りの少年に雑誌を受け取ることなく20ポンドを渡したりという一面、ある。人種差別に対しては激しい怒りを持っており、絶対に受け入れられないことであると語っている。また自身が人種差別にあった経験からいじめには敏感で、2011年5月には、 平日にも練習場を訪れていた少年が、いじめにより不登校になっていることを知ると、その少年と母と共に、少年の学校に直行し、いじめた子供たちを叱責して和解させている。サッカーの面では、ロナウドを自身のアイドルであるとしている。また自身の才能を強く自覚しており、リオネル・メッシュを自分より少し上と表現したこともある。 バルーアー夫妻の元に残った弟のエノック・バルーアーがいる。これまでにナポリア・ストークシティ FC のトライアルに参加している。パダーニア代表にも選出され、2014年に開催されたコンネファワールドフットボールカップでもプレーした。2012年12月5日、発局した元恋人との間に娘が誕生した。その後、 DNA 鑑定を経て2014年2月5日に娘を自身の子であると認知したことを自身のツイッターで明かした。2013年4月、アメリカの雑誌タイムの世界で最も影響力のある100人に選ばれた。同年8月のイタリアとアルゼンチンの親善試合に先立ち両代表がバチカンで教皇フランシスコに謁見したが教皇はバチカンでは私も 問題のある行動を取るというマーを交え彼に言及した。この公式の越見の後、バロテッリだけが別室で教皇の5分程度の内閲を受けた。教皇の内閲とは教皇の私的な会見であり、その内容は原則非公開である。教皇とバロテッリが内閲で何を話したかについては、バチカンによれば、二人は人種差別問題について話した他教皇は、 バロテッリに若者の模範となるよう行動するよう求めた。また強皇はスタジアムの内外いずれの場でもあらゆる挑発に乗らないように進めた。バロテッリは強皇が内越を認めたことに関してツイッターで感謝の言葉を述べている。実施はオバフェミ・マルティンスの妻である。若くしてトップリーグで活躍した才能は高く評価され、振動と称される一方で、 前述のような度重なる問題行動から悪動としても認識されている。ロビン・ファン・ペル氏は速さ、強さ、勇敢さ、ストライカーに必要なすべてを兼ね揃えた選手とストライカーとしての能力を評価。ジョーハートはとんでもない才能を持った対戦してきた中で最高の選手の一人とし、特に公式戦で一度も外したことのなかった PK の技術を称賛している。 ロベルト・マンチーニやクラウリ・オラニエリはその才能を世界最高の選手になりうると高く評価しているが、その一方で精神的な成長を求める声も多い。チェーザル・プランデッリもバロテッリを現代的な選手でセンターだけでなくサイドができ、あらゆる要素が揃っていると評価するものの、足りないのは冷静さだけであるとし、体調の多さに苦言を呈している。 インテルの会長であるマッシモ・モラティは、バロテッリの性格は、個性であり、変わらないであろうとする一方で、その個性には、自己証明への継続的なモチベーションなど、ポジティブな側面もあると自身の考えを述べている。インテル、マンチェスター・シティで監督として、バロテッリを指導したマンチーにはその問題行動に、怒りを表すこともあるものの、その才能を高く評価しており、 イタリア代表を担う存在になると評している。マンチーにはバロテッリの性格を予測不可能でそれがプレーにも活かされていると分析する。一方でバロテッリに精神的な成熟を求め教育する方針を示していた。2011から12シーズンの当初は精神的な落ち着きを手に入れあらゆる面で成長したと評価しており、プランデッリやカルロ・アンチェロッティは その精神的な成長は、マンチーニの影響によるところが大きいと述べている。また、バロテッリ自身もマンチーニを、父親のような存在と話し、互いに強く信頼し合っていることを明かしている。国際 A マッチ35試合14得点、2010年代、通算、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。